ィ道バーにバトンつなげますってを受け取ったよって言ってそこで僕へのラブコールだと思って <laughs> <laughs> はいお願いしますその後ムービーさんもありますのでご準備くださいなんかねかっこいいバンドですよ本当に僕この間僕らあのかっこいいバンド <laughs> 僕らのフェス同じ同じ フェスそして同じ日、そして同じステージでやらせてもらって、中盤ぐらいに僕らがいて、鳥がスーパーウィーバーあったんですけど、ちょっとやばかった僕泣きました。なんか言ってくれたじゃない、はい、ステージの上でスーパーウィーバーの名前を出してくれたっていうのが、俺らとしてもめちゃくちゃテンション上がってて、お、これあってつながったバトンしっかり締めてやろうぜっていうような気合が4人ともまったから、めちゃくちゃ、ね、おかげで、あのー、さらに気合いが入ったね、うん、ステージが。たね。ありがとうございます。いやいやもう タケミチな曲順というかね、名前を呼ぶよがあってグラデーションやるっていうね、俺一人だけこう,うわーってやってました一、ね、<laughs> 人だけだったら盛り上がるって言ってた。なんか、も<っ>とみんなもっともっともやって,くれてたみんながみんなやってたんですけど、一 <laughs> 人だけ盛り上がるタイミングが違くて、渋谷さんがその僕がライブの MC で、タケミチとしてスーパーウィーバーにバトンつなげますっていう MC をして、そしたらこう、名前を呼ぶよの前にタケミチバトン受け取ったよって言って、そこで、 もう俺にしか刺さらない <laughs> <laughs> もう僕へ僕へのラブコールだと思ってもう「<laughs> います」みたいな「ここで見てくさっつってやってました <laughs> 見てくれてるって言ったもんでな何か,か言ってやろうと思ったらなんかすごくキザになっちゃって <laughs> 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 マジで最高でしたもう超かっこいいバンドですよ